帽子までちょっとコーディネートしてきたら今日。あ、その帽子は阪神地方だよ。ちょっといいよ。バッチリやわ。野球始めました。おはようございます。おはようございます。はい、下北大温泉始めたいと思います。はい、もう早速ですけど、ペアの発表いきます。A ペア、次の村上。B ペア、架橋高木。C ペア、15,000、7,000、8,000。それよりも値打ちがあるものがここに。それと、はい、架橋カップの商品です。6個用意してますんで。6個、じゃあ順位を。さっきの高木さんからちょっと要望ありまして、ノンボーダーでもだけでくくってくれっていうのもあったんで。誰かいいのそれ。1357と。昼には食べますよ。欲しいそれ。結構入れ出しますからね。それほんまの佐川の、ほんまの佐川の入れ物やんな。ほんまの佐川の入れ物やんな、それ。流出元赤三角大丈夫ですか。はい。はい。あれ多分、あれでしょ。だから1,200円ぐらいします。物流倉庫のあの高いもんね。はい。いやー、村上さん釣ってきてやでっかいの一発。はい、お疲れ様です。無事終わりまして、はい、はい、順位の発表の方に行きたいと思います。はい、じゃあ順位、発表していきます。お疲れ様でした。これ全部5位、おー、行きましたね。ウェイト2850、村上さん、おー、お疲れ。大したもんです、バックでね。続いて、4位、ウェイト3300、堀さんです。はい、じゃあ、続きまして、3位いきます。第3位、3350、今井くん、 お疲れ様です。これ何本やったの。何本。3本。あ、3本でね。はい。はい、では、いきます。もう次2位やね。2位、4260、古村くん、はい、お疲れ様でした。はい、ということで、今回も優勝は3本4930、掛橋くんでした。うち、ビッグが、2560です。かけちゃんのビッグやね。あ、かけちゃんね。はい、そうです。これもう今これで更新したんやろ。来てるんちゃう。おー、行きましたね。まだ書いてないけど全部。はい、ということでございます。順位で見てるね。順位の少ないそこやね。やっぱポイントですか。いや、ポイントポイントのポイントがペアね。じゃあ、続きまして、ポイント同士やもんな、ペア賞。そうだ、そう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 、うん。じゃあ続きまして、ペア賞、
1位架橋くんと8位、高木くんの2人でございます。1-8で来るか、すごいなんかなあっていう感じじゃん。1-8で来たな、はい、でした。はい、じゃあ写真を撮ります。3本4930g、加計さんでした。ありがとうございます。おめでとうございます。じゃあ、今日撮ったのは、卸しも品置きの、ウィードマット、カナダモのマットの下のエビもで4分の3オンスのヘビテキと、2分の1オンスのジカリクで、ワームがヘビテキの方が、ジャッカルとタナガスティック、色がコーラブルーフレイクで、ジカリクの方が、スワンプクローラー、ウォーダーメロンキャンディーで、まあ、7バイト取って、4本4本、はい、で一番大きいのはジカリグ2分の1ですね、はい、全て、午前中から午後にかけてコロッと天候変わりましたけど、いつ、基本取ったのはもう午前中のみ、午前中のみ、はい、午後からはもう高木さんのフォローに回らせてもらったんですけど、何もやることがなかったという。なるほどね。おめでとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ今日は架橋オリジナルの武蔵これです。はい、そうでございました。ありがとうございます。